うるせえ、この <laughs>。はい。ということで、例のごとくですが、レジャーでやってます。やっぱ楽しいわ。今、とりあえず、あの、なんだっけ。とある男との戦いのために、レベリングをしてますね。ハピナスとか、あの、ラッキーをひたすら。あ、待って、ハピナス入れちゃった。あと、親分ちょっと倒してますね。あ、時空の歪み発生しそうだって、これいいんじゃないレベリングしますか、これで。よいしょっと。 でてガブを縛いていく。まあ、あとりあえずストーリーはね、無事クリアできましたということで、いい押しなんですよ、かなり。意外と早く、お、あぶ、あ、ま、ぶ、やばった。いや、意外と早く終わったね、うん。はい。あれ当たってないんかい。ちょっと待って、これ。親分ガブ同士のワンパンいけるかあ、待って、あっちの方が、あっちの方が早い いや、耐える耐える耐える。あーか、強すぎー。ちょ、なんで相手のガブだってこんな強えんだよ。ちょ待って、とりあえずレントラー出して。レベル全然上がんないんだよね、やっぱ。<laughs> 氷の牙の力技をぶちかましていく。そこの後レントラーは一撃で縛かれると思うんで。はい。で、半分削ると。おシムヤきでかいねってことで、はい。こっちにいい、戻るか。うん。で、ゴリチョコくん。 まあ、それでもあれの人は、今言うけど、なんかね、ムースみたいになっちゃった。本当に <laughs>。なんで、なんであなたかわからないんだよね。本当に。固まってさ、でも、これで分かったよ。過剰な、あのー、チョコを牛乳ぶち込んで放置してると、いつか、あのー、ムースになるってことは分かったんで、ね、これ一つね、ためになりましたね。うん。知らんけど、はい。で、 これだねガチグマのなんか次の SV のあれですね。ヤバーソーチャーっていうかまあなんだっけ緑の仮面で追加されたキャラクターがやってるということでね。まあなんでこっちのカが後になったかわかんないけどそう考えると。まあ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 かなりねこれはまあいいものっていうかまあ一種類だけっていうのが結構シンプルでやっぱいいよね。だってありがたくなんか感じでやっぱ2個とかだとさどっちか差生まれたりとかしてさより嫌だからなんかしんどいんだよね個人的には。 で、まあ、ガチグマの SAR も出ると思うんで私は、私はもちろんそれ狙っていこうと思います。マジで絶対かっこいいから。うん。これはかさましい。<laughs> これはかさましい。なんかすごい主張が激しいな、もう。はい。ってことでね、許されない方が来ましたということで、ね、まあ、後半、だって3周年の後半で来るのかなうん。で、実装だと思うんで、皆さん、ぜひ当ててくださいってことで終わります。ありがとうございました。おやすみなさい。 てか待って、キングオージャーがさ、明日と朝、あの、また来週で終わるのもやばいね。うん。ちょ、書いとこう。やばいよね、もうマジで終わっちゃう、もうすごい。やべえわ。面白いのに。はい、ということで終わりです。ありがとうございました。